ブラッカー・ボンバードの専用砲座を再現したもの。ブラッカー・ボンバードとは、第二次世界大戦で、イギリス軍が使用した対戦車敵弾発射機である。開発者のスチュアート・ブラッカー中佐の名前にちなんで命名されている。構造的には、スピガットモーターと呼ばれる、迫撃砲の一種に近く、正式名称は 29mm スピガットモーターで、ある。 1940年にイギリス陸軍の砲兵将校であるスチュアート・ブラッカー、中佐が個人的に行った設計をもとに開発された。方向に玉体を装着する装填方式はスピガットモーターに類似している。しかし玉体の発射過程に強力なコイルバネを用いる点で独特の構造であった。すなわち発射装置の底部のバネが解放されると、 そこいったごと激震を押し上げて、玉体の発射薬に点火するとともに、玉体を打ち出す仕組みになっていた。発射薬は少量だけで黒色火薬が使用されていた。設計上は発射薬の爆発の反動でバネが自動的に縮められて発射可能状態に戻ることになっていた。発射装置は方針のような筒型の形状を持つが、 発射時の爆風が相手に当たるのを防ぐためだけの構造で通常の大砲や迫撃砲のように高いガス圧に耐えるようには設計されていない。後に携帯用の対戦車兵器ピートにも同様の構造が使用された。対戦車用には 9kg の安定翼付き榴弾を発射でき、初期のドイツ軍戦車に対しては十分な威力を有していた。射程は約90メートルであった。 他に、対人用の榴弾もあり、重量は約6キログラムで、射程は約450メートルだった。発射装置は4本のしや足しのある、大掛かりなもので、重量は1 5 0ラム以上あり、移動には多くの人員を必要とした。そのため、後にホームガードに配備された際には、専用の固定陣地で使用するものとされていた。1941年から、 イギリス陸軍の部隊に配備されたが、すぐにより軽快なピートに置き換えられていった。余剰となったブラッカーボンバードは、ホームガードの装備に格下げされた。イギリス海軍でも機動砲艇への搭載研究を行ったが、採用されなかった。実戦では、北アフリカ戦線の陸軍部隊で少数が使用され、1942年6月に、 ガザラの戦いで一両のドイツ戦車を撃破したと言われる。ありがとうございます。